稼ぐってよく皆さんおっしゃるんですけど、それは何かをした後についてくるものなんですよ。人の教育に携わっていくっていうことを真剣にやってらっしゃったら必ず稼ぎはついてきます。で、人に貢献したいとか平和を願うなら自分の中に平和を作れるかどうかってことなんですよね。何をしても一歩一歩歩くたびに僕は平和を作ってるというふうにアファメーションするようになってからすごく心が楽になりました。皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速人生相談の続きからご覧ください。それではラジオネームゆりこママさんです。質問をお願いいたします。はい、あ、こんにちは、平田ゆりこママです。私は健さんに幸せな子育ては自分育てから始まるという題名を考えていただき本を出版することができました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日聞きたいことなんです。私の志は永代続く笑顔感謝あふれる世の中を作るということです。そして志を成すために愛情を与え続けたマザーテレサと志高い人材育成をした吉田松陰みたいな人物になりたいと思っております。そしてそれで一隅を照らす人材育成、ずっと教育に携わってたっていうこともありまして、それをライフワークとして行っていきたいと考えております。そしてその稼げるライフワーク、これを稼げるようにライフワークをしようといろいろ学び続けていろいろチャレンジしていた結果、もうなんか日々毎日ズームとかなんかいろいろもう家族のことちょっとほっといたっていうのもあるんですけど、緊急家族会議が開かれて一旦全てをリセットすることにしました。だからその Facebook とかも全部一回アカウントもやったりとかで、質問です。家族に応援されながら稼げるライフワークをするために心がけることすべきことをアドバイスしていただけたらと思います。多分そのね、社会を良くするとか人を幸せにするっていう対象に家族が入ってなかったと思うんです。そう、あ、なるほどなるほど、うん、だから家族も社会の中にいるわけだから、だからその大きなこと、さっきの話質問続きなんですけど、うん、大きなことを目指す前にまず自分が幸せになって周りの人が幸せになってやっていけるかどうかってことだと思うんですよね。だからそれを忘れて3つぐらいステップを飛ばして社会って言ってもやっぱり届かないと思うんですね。で、稼ぐってよく皆さんおっしゃるんですけど、それは何かをした後についてくるものなんですよ、うん、なので誰かに貢献した結果としての収入が来るわけだから、誰にも貢献しなかったら稼ぎっていうのはやってこないってことなんですよね、はい、誰かを喜ばせたり楽しませたり感謝されて初めてお金になるんですよ。だから人材教育っていうのもその先生として素晴らしいって言ってお金を払ってでも学びたいって人が出てこないと先生として稼げないってことですよね、うん、でもこの人先生にしたい、お金を払ってでもすごく学びたいっていう人物になればいくらだって稼げるんですよ、まあ、そういう意味でそういう人物になるためにはまず足元を固めるというか家族とつながったり、でそして家族はね、お母さんがもう喜んで Facebook やってよって、お母さん人のために働いてよっていうふうにお子さんに言われるようになったら本物ってことですよね。だから今は偽りのワクワクに取りつかれて頑張ってたっていう可能性もあるんですよ。だから身がなかったわけですよね。だから多分稼ぐってことにつながってなかったと思うんです。だからやっぱり人の心を打ったりとか人の本当にこう教育に携わっていくっていうことを真剣にやってらっしゃったら必ず稼ぎはついてきます。これは塾やっててもそうでしょうし、こうオンラインでやっててもね、ズームでやってても、これはその本当にね、ゆりこママこれももったいなすぎるから有料にしてくださいって向こうからお願いされるようなことになるはずなんですよ。だから多くの人はなんか勘違いして本を出したらなんとかなるとかね、なんかブランドを作ればとかって、それ逆なんですよね。そのいろんな人たちに貢献してる結果それが本になり色になって広がっていくわけだから、だからそこを勘違いすると階段を2段ね飛ばしてるっていう風になっちゃうんですよね。だから全部リセットされるっていうのは素晴らしい決断なんじゃないでしょうか。ありがとうございます。足元固めます。はい、そしてね、はい、まず自分が何をやりたいのかっていうことをやらないとスローガンみたいになっちゃうんですよね、うん、人材教育とか
でもやっぱり要は人が幸せになるってことだから、まずご自身の家族が幸せになって、みんながハッピーになって、お母さんなんかね、私たちだけじゃもったいないから他の子供たちも何とかしてあげてって言われるぐらいにいけば、本当にそのライフワークは本物になると思います。ありがとうございます。はい、ケンさんね、一つ、はい、偽りのワクワクって今ケンさんおっしゃいましたけど、自分の中では多分その偽りのワクワクを感じてる時って、それでもこれが本当ワクワクなんだって思ってやってると思うんですけれど、その本当の実際のものと偽りのものってどうやったら自分がこう感じ、その差が分かるんですかね。一つにはね、忙しくなりすぎてるかどうかっていうのが判断基準ですよね。うん、もう一つにはね、例えば100のエネルギーだったのをゼロに落とせないんですよ。だからずっとハイテンションになっちゃうわけ。だから例えばZoom とかやってても、それ、ね、パソコンを閉めて、でそのキッチンに入ったらシューってエネルギーがゼロに戻せるかどうかってことなんですけど、ワクワクのハイテンションに取りつかれたら、そこからなかなか抜け出れないんですよ。だから誰か小さいお子さんがね、こういうことを言われたってお母さんが言いましたけど、仕事してるママは怖いって言ってたんですよね、うん、でその仕事してるママは怖いってことは、もうすごいハイテンションで言ってるってことですよ。だからお子さんに怖がられるっていうのは、やっぱりあんまり良くないエネルギーでやってるってことですよね、うん、だからその仕事をやってたとしても、そんな変なハイテンションになってなかったとしたら、お子さんは怖がらないはずですよ。例えばそういうことだと思います。そして自分も完璧な、まあこれ理想ですよ、完璧なリラックスな状態ですごいことを、やっていく。そうするとね、すごいエネルギーが広がるんですよね。だからそういう意味で、例えば集客とか、10人とか20人しか来なかったとしたら、やっぱりそのエネルギーのどっかがずれてるんですよね。そう思うと分かりやすいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。ぜひでもね、一回お休みしてから頑張ってカムバックしてくださいね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。それではラジオネーム翔子さんです。質問をお願いいたします。はい、ケンさん、まとかさん、今日はありがとうございます。はい、こちらこそ。私はセラピストとして活動しているんですが、小さい頃からどうやったら世界が平和になるのかなってずっと、もう感情が高ぶってきました、考えていて、もっと社会に貢献できる自分になりたいなと思って、例えば、ケンさん の, コミュニティとか本とかで勉強させていただいたりとか、クラブハウスで毎朝瞑想会をやったりとかして、自分の器をもっとこう大きく質のいいものにしたいなと思っているんですけども、ケンさんから見てですね、おすすめの方法があったら教えていただきたいなと思います。ケンさんも今までずっと自分を高めるってことをされてきたと思うので、ぜひ教えていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。まずね、そうやって人に貢献したいとか平和を願うなら、自分の中に平和を作れるかどうかってことなんですよね。はい、うん、だからまず自分がイライラしたり怒ったりだとかっていう時に、なぜ自分は怒ってるんだろうって、そしてその怒りを手放したり、あるいは自分が不十分だと思ったり、自分にはたくさんものがないと思ったりとかする時に、それは欠乏意識が来てるわけだから、だから自分はたくさんのものを持ってるっていうふうに思い出したりだとか、そういう一個一個のそのなんか小さなプロセスの積み重ねの先に幸せで面白い人生があると思うんですよね。だからなんかすごい派手な、例えば本を書くとか、そういうことの前にまずやることがいっぱいあるんじゃないかなと思います。だから翔子さんみたいなタイプの人っていうのは、その一つ一つを大切にできるタイプだと思うので、だからそれを積み重ねていく先に幸せがっていうか、こう平和があるっていうふうに思えば、一個一個がその楽しくなりますよね。そうですね、一つ一つがね、つながっているっていう、はい、なので僕がその自分でなんか焦ったりとかね、なんかこれ 何になるんだろう、例えばクラブハウスで一回瞑想を変えて何になるんだろうと思う時たまにあると思うんですよでその時に僕が自分に言ってるアファメーションが、僕の一歩一歩が平和への道であるっていうアファメーションなんです。素敵です、うん、なので何をしても一歩一歩ね、歩くたびに僕は平和を作ってるっていうふうにアファメーションするようになってから、すごく心が楽になりました。だから僕の一歩は全て平和につながっているとかね、私の一歩は全て平和の世界を作るのにつながっているとかっていうふうなメンタリティでやることができたら、家事をしてたとしてもエネルギーだから、だから翔子さんから幸せとか平和がなんか自然とね、近所の人とか家族とか
友達とかにつながっていくと思いますし、クラブハウスやってる人たちにも、その波動っていうのはつながると思います。今自分の中からそれが湧き出てるのを感じるでしょ。はい、湧き出てる。ありがとうございます、ね、素晴らしいと思います。なのでそのままその泉をね掘り続けてください。はい、もう一歩一歩ですね。そのアファメーションがすごく素敵で、もうすぐ使いたいと思ってます。どうでしょう、まどかさん。やっぱりね、自分が壮大なこうしていきたいっていうものがあればあるほど、多分自分の中で同時にこうブレーキのように不安の声とかが出てくるっていうのが人間だと思うんですけれども、でもやっぱりケンさんでもそうやって自分自身にこう言い聞かせるようなアファメーションを取り入れてるっていうふうに思えると、あ、そっか、私もそれ使ってみたいと思いますよね、うん、はい、なのでね、本当に一つ一つなんですよ。例えば僕今いろんな活動やってるでしょ、まあ、本を書いたり何千人の前っていう風なところで講演するっていうのはちょっと派手でなんか世界を変えてる感じがするじゃないですか。でもそういうこともすごいかもしれないけど、僕にとってはこうやって翔子さんとちょっとだけね、数分ですけどおしゃべりして心と心が交流するってことの方がどちらかというと大事にしたいとこなんですよね、うん、なぜかというと、そのなんか心と心のつながりみたいなものが平和を作るし、なんか新しい世界を作ると思ってるので、だからそういう一個一個を大切にすると、すごく日常生活がまた違って見えるんじゃないですか。もうすでにそういう言い方されてる方だと思いますけどね。はい、ありがとうございます。本当にケンさんとお話、ぜひお話ししたいと思っていたテーマなので、私は今日本当とっても嬉しいです。素晴らしい、ありがとう。僕も平安な気持ちになりました。どうもありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネームアルカロイドさん。私がお勧めしたいのは赤羽裕二さんのゼロ秒思考行動編という本です。悩んでいても結構多くの物事は解決しない、すぐに行動に移すことの大切さに改めて気づかされます。紹介されていることを継続してやることはなかなか難しいように思いますが、少し頑張って継続することでアウトプットの質は上がっていくと思います、ということで送っていただきました、そしてケンさんが選ばれた本何でしょうか。はい、ボイステック革命、尾形健太郎さんという方が書かれた本ですね。尾形さんというとボイシーの代表の方ですよね、はい、そうですね、はい、はい、ケンさんこうね、いろいろとご自身でも配信をされているので、はい、尾形さんともいろいろとこう密になってきてると思うんですけれども、改めてこの本を今回ご紹介されたのはどうしてなんでしょうか。これ尾形さんと知り合ったから出してるっていうわけではなくて、その、まあ、僕もボイシーっていうプラットフォームを使わせてもらってるんですけど、その、まあ、例えばこうテレビ、ラジオ、新聞、ラジオ、テレビ、そして YouTube が来たじゃないですか、はい、でその面白いのは今音声にも回帰してるんですよね。だから例えばラジオを聞く人が増えたりとか、うん、ポッドキャストとか音声で、うん、その Spotify とか音声で結構人の講演とか話を聞く、まあ、クラブハウスもそうですよね、うん、まあ、そういう風なその新しい潮流があって、はい、でそれはぜひ皆さんにも知っていただきたいな、まあ、まさしくこれをお聞きになっている方、ポッドキャストを気になっている方はよくわかると思うんですけど、その動画よりもそのこう音声の方が人とつながりやすいんですよね、うん、ね、不思議ですよね、はい、やはり私もラジオっていうものに携わって、ラジオってこの聞いている人と発信の1対1のメディアっていうふうに言われてるから、より音声だけって近く感じるんでしょうね。またそうですね、あとなんかプライベート感があるんじゃないですか ね、 それもありますね。例えばテレビだとひな壇で15人がいるから、うん、なんかこう自分がね、その15対1みたいな感じじゃないですか、うん、でもそのラジオだったらパーソナリティはせいぜい1人2人ぐらいでしょ、うん、そうですね、だからそういう意味ではそういうこう少人数と自分っていう、そういう1対1の関係が築きやすいんでしょうね、うん、そうですね、うん、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までエピソードとともにお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。限界は私たちの心の中にしかない。想像力を働かせれば可能性は無限になる。
ジェイミー・パウリネッティ。本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。あの健さんね、オープニングでその英語版のオンラインサロンについて伺ったんですけれども、そのミーティングを開催して世界中の方が参加されたっていうことで、うん、改めてそのあこんな国の人もいたんだっていう驚きとかありましたか。そうですね、例えばその、まあ、アメリカカナダとかはなんかね想像できますけど、アルゼンチンとか、コスタリカとか、あとイギリスとかドイツとか、まあ、例えば時差がね結構その夜深夜とかウィーンとかの、そういうオーストリアかとか、はい、あとイタリアとかね、あとアフリカ、うん、インドもそうですし、あとはシンガポールとかミャンマーとか、そう本当に、ね、文字通り世界中で、もう最近だから世界地図をずっとトイレに貼ったりとかいろいろしてるんですけど、はい、あ世界ってこういう風に国があったなみたいなのを最近はすごくなんかね肌感覚で感じますね、世界の近さを。そうですね、やっぱりこの時代のこのオンラインっていうのが当たり前によりなったじゃないですか、はい、だからこそなんか逆ですけれども、そのより遠い人も近くに感じるっていう時代ですよね今。うん、そうですね、だからあのこれからなんか新しいこうことが始まるなっていうのはね、うん、あのなんかすごくね感覚的にようやく理解できますね。ね、あのいやちょっと英語話せないんだけどっていう方も興味ある方いらっしゃると思うんですけれども、こんな方に参加してほしいなっていう何か健さんの思いってありますか。まあ、まずはやっぱり英語を話したい、あるいはそういうのに興味がある人たちですよね。今話せなくてもなんとなく聞いてるうちに分かったりするもんなんですよ、うん、赤ちゃんだってね、その最初の何年かは別にいきなり生まれてきてからはいっていうこんにちはとかって言わないじゃないですか。やっぱ 2,3 年はそのまず聞くだけで、うん、で聞いてこういっぱい水がいっぱいになって初めて溢れるもんなんですよね、はい、うん、なのでこうある程度人が話してる、まあ、映画でとかでもいいんですけど、うん、人が話してるのを聞いてるうちにこう自分がいっぱいになって初めて英語がバッと出てくるので、うん、あのあこういう時にはいとかHow are you とかって言えばいいんだって言って、そしてそれに対して何て言ってるかって言ったらイエイとかグレイトとかなんかそんな感じのこと言ってんなみたいな、うん、そういうのを聞くだけでだんだんこう日常の会話が話せるようになってくるんですよね。ねえ、だから本当に自宅でパソコンとかを開けば国際交流できるって考えるとすごく広がりますね。そうですね、だからそのよくフィリピンとかいろんなところの、ね、人の英会話とかってやってますけど、やっぱりね先生とかじゃなくて友達作るのが僕は一番、うん、大事なんじゃないかなと思っていて、で友達であの同じ興味を持ってる友達ですよね、うんうん、そうするとああそうそうそうって言って話題が盛り上がりますからね。そうですね、だから健さんのオンラインサロンで言えば、うん、ハッピーマネーのコンセプトにみんな共感してる人たちっていう意味では共通の認識がまずベースにありますもんね。そうですね、なのであの僕がきっかけで国際結婚が2023年頃には、ね、うん、ほぼ間違いないんじゃないかなと思ってます。そういう出会いだってありますもんね、だってね。そうそうそう、まあ、そういうね楽しいあのオンラインのイベントもそうです、オフラインのイベントもやろうと思ってるんですよ。例えばローマでやるとかね、ローマのこのレストランでやるけど、よかったら最初の100人とか200人とかって、あの僕の動画はスペインでは230万回とかあの再生されてるので、すごい。だから例えば僕はマドリードに行くときに、そういう本田健 の, あのディナー会みたいなやりますみたいなしたら、一定その人たちは来ると思うんですよね。すごい。だからそういうこうサロンにかあのこうなんかかこつけていっぱい集まって世界中を旅するっていうのが僕の、うん、まあ、夢の一つで、今実現しつつある夢ですね。楽しみですね、うん、実際オフラインで会えたっていう時のまた感動もひとしおでしょうしね、やっと会えたっていう感じですね。そうそう、だからこれから人間関係を構築して、コロナ明けの2022年の春以降ぐらいはあの世界中でそういうオンラインサロン会のオフライン会がいっぱい出てくるんじゃないですかね。ねえ、はい、はい、ありがとうございます。さて本田健オンラインサロン日本語バージョンの方ですね、では毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや、また特別ゲストとの対談動画などいろいろなコンテンツを配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に毎月抽選でこのディア健の質問者も募集しています。そして4月からヒマラヤアプリで収録後の健さんと私のトーク、ディア健のこぼれ話以外に毎朝健さんの一瞬で人生が変わる名言を、
またボイシーでは毎朝本田健の1分間コーチングも配信しています。毎月1冊本田健の書き下ろしの新刊が届く本田健書店や、最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットなどで配信していますので、ぜひチェックしてみてください。健さん、今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。そこで